ロコエスパルスプレゼンツオフトーク選手の本音お二人はあれですか、柏から二人ともねいらして仲良しですか普段、うん、今回はエスパルスのおしゃれ番長神谷雄太選手、チームナンバーワンイケメン高橋裕二選手、高身長でスタイル抜群阿部亮也選手の3人による貴重な私服姿でのファッショントーク、グラウンドを離れて仲間と語る選手の本音に迫ります。並びがすっごく華やかでキラキラしてる感じ、どうでしょう。まあできるならモテたいですよね。今シーズンエスパルスに加入したゴールキーパー阿部亮也選手、現在22歳、身長は193センチと高いポテンシャルを持ち、近い将来守護神となるべく先輩たちから日々技術を学んでいます。しかしおしゃれについては手が回っていないということで、さあここからは神谷選手と高橋選手に阿部選手にファッションのセンスを伝授していただきたいと思います。題して阿部選手を大変身ファッションコーデ対決。ありがとうございます。今回ですね、このようにエスパルスグッズをご用意しました。このグッズを使っておしゃれ観戦コーデをお二人に考えていただきたいと思います。改めて対決のルールを説明します。エスパルスの神谷選手、高橋選手がお題の試合観戦スタイルに沿って阿部選手をコーディネート。阿部選手には最後に気に入ったコーディネートを決めてもらい、今後の参考にしてもらいます。柏から2人ともねいらして仲良しですか普段。はい、ではお二人のコーディネートが完成したようです。神谷選手、自信のほどはどうでしょうか。まあ阿部ちゃんなんで何でも似合うんで、はい、まあ選べば着こなしてくれるかなと思います。高橋選手はどうでしょう。いやもうこれを機に、うん、もう次の試合から、はい、このファッションもまるまる真似する人がたくさん出てくるんじゃないかなっていう感じですかね。わかりました、楽しみにしてます。はい、では阿部選手、お着替えをお願いします。はい、エスパルスのおしゃれ番長ツートップが阿部選手におしゃれを伝授するコーディネート企画です。さてまずは高橋選手のコーディネートから見ていきたいと思います。はい、もう自信たっぷりでしたけど完璧ですね。もうこれで試合観戦もう本当楽しいと思います。うわ、いいですね。はい、じゃあ出てきていただきましょうか。阿部選手お願いします。おーキボポーズ決まりましたね。一周待って、一周、あ、いい、あ、いい、いいですね。似合ってます。ありがとうございます。似合うね、やっぱ、うん、高橋選手、じゃあまずコーディネートのポイントをお願いします。まあ、そうですね、やっぱ、はい、前面にやっぱエスパルスっていうところを出したって、うん、もうこの中の白 T 熱かったから脱いでもらってもいいんです。はいはい、中もこのエスパルスの、あ、本当だ、白の T シャツになってて、はい、前はもう出来上がってるんですけど、うん、こう後ろ向いてもらっていいですか。はい、後ろ向いてもらった時にパルちゃんがやっぱいると、かわいい、ここにでもこの55っていうのもやっぱ、ね、はい、映えます。なるほど。だから唐揚げ屋さんとかにこう並んでても、はい、あの人後ろ向いてる前向いてるとって感じになるっていうこと。高橋選手はオレンジを基調にパルちゃん帽子で可愛さをプラスしたエスパルス愛あふれるコーデに、そしてお次は神谷選手のコーデ、おしゃれ番長の仕上がりは、阿部選手お願いします。おお、かっこいい、超かっこいい、すごい、ちょっとくるっと回っていただいて、おお、なんか増えてますね、アイテムが超かっこいいよ。めちゃくちゃつけてもらいました。本当だ、はい、いいですね。さっきモテたいって言ってたので、はい、でまあ、ちょうど、ね、エスパルスのリーとのコラボのシャツがあったの、デニムシャツがあったので、はい、まあ、ちょっとあの西海岸にいそうなアメリカっぽい
感じにしてみようかなと。でやっぱり応援なのでオレンジはどっかに欲しいので、あ、なるほど、まあ、その T シャツが、まあ、あのユニフォームでも、まあ、お好きなオレンジを使えばと思ったので、うん、はい、中にはオレンジさせてもらいました。こんな阿部ちゃんが気分良くなって親指だけポッケ入れてるのは初めて見ました。まあ、カッコつけてって言ったからかっこいい、まあ、すごいわ。男はカッコつけてなんぼだと思ってるんで、あ、じゃあ阿部選手も自然とこんなポーズが出てしまう。そうですね、別になんか指示もらったとかじゃなくて、はい、勝手にもこうなっちゃう、入れちゃう、勝手にも指親指入れちゃうぐらいの、かっこいい、コーデにいる、すごいわ、はい、でもただ一ついいですか、はい、なんかここら辺にあるものさっきこっちで見たような気がするんですよね。いや、なんもない、なんもない、確かにね、まあそうですね、まあちょっとあの何もないとやっぱ寂しいので、はい、まあそのブレスレットとかはちょっとまああのハードめなので、まあちょっとシンプルな細いチェーンとかでも何でもいいかなとは思います。あの靴下合わんやろ。神谷選手はアメリカ西海岸のサーフカジュアルを取り入れた上下デニムウェアにオレンジインナーと装飾品を加え、かっこよさを追求したコーデに登場していただきましょう。果たして阿部選手が選んだのは、見守っていますが、阿部選手、それでは阿部選手には好きだと思ったコーディネートに着替えていただいています。登場していただきましょう。阿部選手お願いします。おお神谷選手のコーディネートで再登場していただきました。阿部選手、このコーディネートを選んだんですね。はい、どっちを選びました、はい、まあ、すごい迷ったんですけど、はい、やっぱり自分はなかなかこういう服装もしなかったっていうのもあって、うん、新鮮でかっこいいなと思ったんで、まあ嬉しいですね、はい、なんかこれを機に、ね、もっと服を好きになってもらえればと、うん、なんか自分のスタイルを作ってほしいなと思います。なるほど、今日はね神谷選手のコーディネートでしたけど、はい、徐々にこうここからファッションに目覚めて、そうですね、はい、まずはデニムを知ることから入ろうかなと思います。高井選手いかがですか。いや、もう悔しいとかっていうよりかはもう乾杯で、もう勉強させてもらいました。神谷先生ですと、もう僕も明日からデニムオンデニムでやらせていただきたいなと思います。コーディネート対決は神谷選手に軍配。阿部選手もここから先輩たちにおしゃれを学んで、ピッチ内外でかっこいい姿を見せてくれることでしょう。このようにピッチの外でも存在感抜群で、私たちサポーターを楽しませてくれる選手たちですけれども、残りの厳しいシーズン戦っていくことになります。皆さんから最後に意気込みを伺いたいと思います。まずは高橋選手から。はい、あの僕たちは目標の J1 昇格っていうところを目指してあのやっていきますので、あの一試合一試合大切にして、あの皆さんと共に喜び合えたらなと思いますので、あの引き続き熱い応援よろしくお願いします。はい、エスパルスに関わる全ての皆さんが今目標にしているところは J1 昇格だと思っているので、あの僕たちは一試合一試合あの決勝の気持ちだと思って戦います。ぜひ応援よろしくお願いします。そうですね、 J1 昇格に向けて、日々、チーム全員で、いいトレーニングをして、最後は皆さんと笑って昇格できるように、自分自身も頑張っていくので、皆さん応援よろしくお願いします。ここまでです。今回のオフトークはここまで。ありがとうございました。引き続き選手たちの活躍に期待しましょう。それでは次回をお楽しみに。